めっちゃおる。セミまみれ。めちゃめちゃおる。怖い怖い。これなんかこれ見たら全然なんかアブラゼミのヤバさわかるよ。セミっていうかガーみたいな。日暮らしもいたんだよな。これ違うよな。これバッタか。これバッタやな。もっとなんか頑張れば普通に取れます。20匹ぐらい硬かったけど、なんかキャンプ場の中やから、夜中になんかセミの鳴き声が響き渡って、異様な光景になってきたんで、この辺で切り上げた。これ食べていきます。いやね、今回唐揚げ粉で味付けて食べると。これセミですね。全部油ゼミね。ほら。全部凍ってます。あ、ニーニーゼミ1匹だけいますね。ニーニーゼミが1匹だけいます。で、あとは全部、アブラゼミですね。調理入ります。まずは羽を蒸したセミをの中に唐揚げ粉を入れると。鶏肉とか肉ってなんか濡れてるから唐揚げ粉がつきますけど、セミって濡れてないやん。でも凍らせることによってちょっと表面がこの湿るんですよね。で、この湿り気を利用して唐揚げ粉をうまくいくかどうかね。こうやって振っていくと。で、あとはこれを揚げていくと、油で。結構なんかいい感じになってる。ああ、いい感じになってるね。あ、いい感じやな。これでいいわ。すげえ香ばしい匂いが、匂いが香ばしい。ニーニーゼミ。今家でやるの無理やん。次高温で揚げてサクッと仕上げると。サクッと仕上げる。じゃあそろそろもういいかな。はい、できました。セミの唐揚げ。こう見た目的には素揚げと変わらんねん。なんか揚げてるうちに粉っていうか、なんか唐揚げ粉が落ちて本来のこのセミの姿になってる。じゃあいただきます。なんか結局これ素揚げっすね。唐揚げ粉意味なかった。完全に素揚げやんこれ。唐揚げ粉に味がしない。唐揚げ粉は全く意味がなくてただの素揚げやなこれ。ってことはやっぱ調味料いるってことやな。調味料、塩とかなんかいるってことや。ニーニーちょ、あ、やばい、岩の隙間に落ちた。ニーニーゼミですね。ニーニーゼミです。ニーニーゼミ見える？ほら、あ、うま、うん、うまいかな。うまいか、うまいな。ニーニーゼミが美味しかった。意外と油よりうまいかもね。油ね。これでもちょっと多すぎるので持って帰って食べようかな。なんか調味料いるねこれ。やっぱ塩とかあのカレーパウダーとかなんかいるよね。味変えないと飽きてくるねこれ。これ持って帰りましょう。お持ち帰りしましょう。ちゅうわけで
セミのこのね調理ですが、これもうセミ食べたらなんか夏終わったって感じするよね。うん、もうセミもいないしね。あ、まあでもツクツク帽子いるか、なんかいるぞ。あ、スズメバチやん。あ、なんか捕まえてますね、幼虫かなんか。肉団子にして運ぼうとしてる、肉団子にして持ち運ぼうとしているね。ちょ、ピントが合いませんねこれ。おっと、怖えと運んでいった。